ゃんおはよう。相談したいことって何かな。おはよう。すごいあくび。もしかしてまた夜更かししたんじゃない。うん。はあ、ええ、まあ仕方ないか。楽しかったもんね、天体観測。私もなかなか生活リズムが戻らなくて、昨日はちょっと夜更かししちゃった。リコちゃんもね、楽しかったよね。うん、流星群も素敵だったし、みんなとのおしゃべりも全部が楽しかった。また行きたいな。今度はアクアもミューズも虹ヶ崎もみんなで見るのはどう？いいね。きっともっと楽しいと思うな。よし、じゃあほのかちゃんとあよもちゃんに話して。じゃなかった、リコちゃんに相談したいことがあったんだった。あのね、実は曲を作ろうと思ってるんだ。曲を？うん、みんなで天体観測したでしょ。おっきな星空に流れ星がいっぱいで、その光景が今でも目に焼き付いているんだ。あの時の感動を歌にできないかなって。ちかちゃん、うん、私も曲を作ってみたいな。だよね。でもずっと歌詞を考えてたんだけど、なかなかうまくいかなくて、考えてるうちにいつの間にか夜になっちゃって。何かいい方法ないかな。そうだね、それならテーマを決めて作るのはどうかな。例えばあの時の願いをテーマにしちゃうとか。流星群と願い事、そんな歌詞に曲をつけられたら素敵だと思うんだ。それだよ、リコちゃん。あー、なんか降りてきたかも。役に立てたならよかった。でも夜更かしはほどほどにね。